アートエリア B1 という場所になってます。初期の設計は僕がやってたんですけども、前も前もここで何か、いろんなイベントが行われている場所になるわけですね。駅っていう施設の中で、もっと我々が使っていける場所をこう取り戻していきましょうみたいなことをやってます。これ現場リミックスという作品ですね。こんな感じでイカ風景みたいなものが実は人をつなげる可能性もあるということが言いたいですね。もう一つ、しかあります。今年型集団パフォーマンスエクササイズ、僕役者もちょっとやってるっていう話をしましたけども、自分の都市デザインの文脈と役者の文脈とこうくっつけるのがこのエクサダスっていう、パフォーマンスですね。これ出エジプト期から撮ってます。知ってますか、モーゼが、海をバーッと割って出ていくって、エジプトから出ていくっていうのあのくだりエクサダスっていうんですけども、この時に考えたのは都市と人との関係性を補助線として人々っていうものを使ってずらしていくみたいなことができたっていうふうに考えます。わかりますね。僕ら、ある規範の中に生きてるんですよ。今日だって人にもこう叫んだりしないわけですよね。こうやって何かヤジ飛ばしたりとかするわけじゃないですよね。みんなこうやって静かに聞いていただいてるんですけども、こういう規範が僕たちはある。街の中でも同じですね。いろんなルールに僕たちは縛られて生きてるってことを言いたいわけですけども、で、そのルールっていうことから一旦、僕たちが何を共有してるのかってことを知るために、みんなで一回そのルールを破ってみる、集団で破ってみることで逆にそのルールってことが浮き彫りにならないだろうかってことを考えています。これだけ聞くとすごく難しそうに見えるんですけども、やってることはすごく単純です。20人ぐらいいればエクサダスっていうのは大体できるかなというふうに思っています。例えば20人でテレビモニターに、街角のテレビモニターに群がってみるってことをやるとどうなるかというと、こんな風景になるわけですね。これは順風堂の前のよさこいの映像が流れてるところなんですけども、みんなわーっと行って、わーっと群がってるだけで、普段誰も見ないようなところですね、ここね。そうすると、こうやっておじいちゃんとおばあちゃんがやってきて、なんかやってるんですかみたいな話になってくるわけですね。ありますか。例えば道路を一列で練り歩く、僕たち一列で練り歩かないわけですよね。ちょっとこんな感じになるわけですね。一列でずらっと、ラブホテルも前ですけども、ずらりと練り歩くわけです。僕ら一列で歩くことはまずないですよね。異様な風景になるわけですね、人が20人いるだけで。で、大体これ僕が先頭立ってあれです、モーゼの役をして、僕にみんなついてきて一列で歩くんですけども、考えてみてくださいね。これ僕がね、誰かについていくとどうなるかっていう話ですね。そうすると、こいつが先頭になるわけですよ。あります。この人があたかも僕らを引き掛けてるために見えてるわけですね。わかります。信号をずっと待ってたら、後ろ振り返って、やんぐらいのなんだこの風景は、街のルールが変わってしまったのかみたいな感じになっちゃうわけですね。ありますか。商業施設のエレベーターが伸び続けるとかね、ずーっと6時間ずーっと伸び続けるみたいなことするわけですね。プシュッと20人ぐらい乗ってるわけですよ。なんだこのエレベーター混んでんの、隣空いてんの、なんでだって話になるわけですね。ありますか。一回面白かったのが、全員これ後ろ向きに立ってみたと、こう背中が見えるように立ってみたんですね。プシュッと背中がブワーッと見えるんですよ。乗ってきた人も、私の背中向きに立たなかったって背中向きに立つんですね。20人いるとそこにルールが発生するってことが言いたいわけですよ。係員と腕章をつけて自転車を勝手に整理するとかね、係員の腕章をつけて自転車を、はい、整理するよってバーッと整理するわけですね。そうすると、多分毎日止めてるんでしょうね、このおじさんが。今日なんか様子が変な。で、そろそろ来て、僕のとも近づいてきて、兄ちゃん、今日なんか悪いねんけどさ、そうね、5分で帰ってくるから、ちょっと止めていいかなって言って、僕に許しをこうてるんです。僕ら係員ですけど、ただの一般人なんですよ。でも、そこに権力が発生するって言いたいんですね。閉まってる銀行に並んでみたことがありますね。開かないのにずーっと並ぶんですね。閉まってる銀行、まだ開かない。閉まってる畳屋に並ぶとかって言われます。今電話でずっと畳今日限定2枚らしいよってずっとつぶやいてますね。なんか畳すっげえ、なんかブーム来てよとかってことずっと言ってると、で1時間ぐらいエクサダスやって帰ってくると、畳のシャッターが半分開いてたんですね。多分隣の金物が、おいなんかブーム来てるぞみたいなこと言ったんじゃないかなですけど、とか街角で韓流スターとかね、僕が韓流スターとしててキャーみんなで追わせるんですね。20人ぐらいバーッと追わせて逃げるんです。マネージャーと一緒に逃げるんですけど、ね、捕まるんですね、道路で。で、握手してください、写真撮ってくださいってバーッとやってるうちに、知らないやつが隣に立って写真撮ってるんですね。韓流スターが間違えたんですね。誰が間違えたのかちょっと聞きたかったんですけどね。これ日本橋だったんですよ。日本橋だから聞くんですよ。日本橋っていう街の文脈だから本当に来そうだったんですね。ありますかね。これが住宅地でやってもあまり聞かないんですね。街の文脈と人の振る舞いには関係性があるってことは言いたいわけですけども、恵比寿橋の上でハイタッチをするわけでございますね。恵比寿橋の上で僕はずっとこう待ってると、四方八方の人が敵にハイタッチをバーッとして、そうすると知らない高校生とかもやっていくわけですね。ちょっとフリーハブに近いですけど、アイマスクをつけて地下鉄に乗るとかね、やりましたね。これアイマスクをつけたやつが20人ぐらい地下鉄で一車で乗ってくる。今日なんか街が疲れてんのかみたいな話になるわけですね。ありますかね。異様な風景になるわけですね。
信号機の支柱をしゃべるとかね、何にもないんですよ、もう何にもないところをみんなでバーッとしゃべってると、もうどこからどこまでか僕らが分かんないぐらい人がバーッと寄ってきて、えらいことになるわけですね、分かりますか。だからしゃべるっていうのは、かなりそこに何かがあるはずだとみんな探し始める、いうことを言ったら。ネギで待ち人を迎えるとかね、ヘップのこう入り口のところでみんなネギ持って、おはようとか、なんかネギ振るとか、ネギをこうファッションできないかとか考えたんですけどね、こんなことしたりとか、で飽きてきたんで、ネギを町のオブジェにしようとか言って、町のオブジェにずっとネギを置いていくみたいなことやったりするわけですね。ネギを置くだけで町は一回できるわけです。白紙のチラシを配るとかね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。白紙なんですね。で、人を受け取っちゃうんですね、ずっとね、何ですかこれはって言われたら、ネモですって答えるんですけどね。歩道橋から同じ方向を見つめるとかね、ずっと歩道橋から見ても明らかにこの人とか僕らの仲間じゃない人が見てるっていう、だからどこからどこまでパフォーマーで、どこからどこまでがパフォーマーじゃないのかって区別をつける、市民を演じてるわけです。そのことによって法律の意味みたいなものを変えていけないかってことを考えています。はい、まあ、このエクスマスはまあ割とこうアートっていうことが批判的な行為なんですけど、もうちょっとこれを世の中の役に立てていけないかってことを考えています。で、回しのデザインが次の社会の補助線を描いていきたいということを考えてまして、まあ、公共空間をずっとテーマにしてるんですけども、公共空間の中でどこが一番厳しい公共空間だと思いますか、皆さん。最も厳しい公共空間ってあるんですね。市役所のロビーも公共空間です。道路もそうです。河川もそうですね。公園もそうです。で、僕が考える最も厳しい公共空間っていうのは、実は精神に関わる最も厳しい公共空間があるんだと思ってます。それが僕は病院じゃないか。病院っていうのは人の生き死に関わること以外のことは全部もう後回しにされちゃうわけですよね。だから病院っていうのは一番条件が厳しいんじゃないかと。で、ここでアートとかを使って人と人とコミュニケーションを図るってことができれば、どんな公共空間でもできるはずなんですよ。だから6、7年ぐらい前から病院ってことをテーマに、ずっと作品を作ったりとかしてました。これ最初にやったのは大阪市立大学の医学部附属病院のところで、少し縁があってアーティストとして5、6年かかっていました。で、一番最初、小児科病棟っていうのは一番ブレイクスルーしやすいことなんですね。小児科病棟は、まあ、子供がいるってことで多少のことは多めに見てもらえるんですね。で、そこに、まあ、小児科の外来とかの仮設の壁ができたんで、花村さんなんかやってくれませんかってこと言われて、わかりましたってことで調査に入ってずっと調べてると、まあ、0歳から20歳まで来るんですけども、2時間ぐらい待たされるんですね。あの小児科病棟でめちゃくちゃ待たされるんです。で、2時間ぐらい待たされて診察5分とかっていうので終わっちゃうわけですね。ほとんど待ってる時間になっちゃうんです。その待ってる時間を生産的に作らないといけないかということを考えました。それで、まあ、この仮設の壁自体を巨大なキャンバスと見立てて、みんなで絵を描いていくってことができたらいいねっていう話をしてて、その時に普通に描いていくだけだと面白くないので、あるルールを設けましょうということで、タングラムにしてますね、その図形パズル。7つのこう組み合わせで作る図形パズル。これを使って、ここに子供たちの登場人物を参加させようと。で、僕は大地と空と海を描くから、君たちは登場人物を参加させてくれってことをお願いして。そうするともう、まあ、ワンサがみんな張り始めるわけですね。ぶわーっと。わかりますかね。今まではこうね、ずっとお母さんにぐずったりとかするわけですよ。マグナの、診察マグナのとか、ずっとぐずったりするんですけども、もう待ってることは楽しくて仕方なくなるわけですね。みんなぶわーっと張り出す。そのうち床に張るやつが出てきたりとか、お母さんに張るやつが出てきたりとか、えらいことになっていくわけですね。で、最初こんな形を用意して、あのロケットとか、ウサギとか、貼ってみるのが、もしたらとんでもないですね。この夕方のゆすりかみたいに、シールの上にシール貼り出したりとか、なんかイカみたいな生物が出てきたりとか、氷瀑そうな太陽がいたりとかっていうものすごいことになるわけですね。で、非常に面白かったです。これ自体はあの僕の想像を超えたことが非常に2ヶ月まで起こって、2ヶ月終わった後撤去されたんですね、実は。で、まあ、作品自体は終わっちゃったんですけど、現場の看護師さんたちが あれが良かったと、あまりにも良かったってことで、自分たちでカッティングシートを切ってコーナーを作り始めたんですね。で、まあ、普通だったら怒ると思うんですよ。俺の作品パクリやがって何してんだって話だと思うんですけど、まあ、僕がやってるのは眼差しのデザインなので、僕がこれをしたことによって現場の看護師さんたちの眼差しが変わったんですね。そのことに意味が僕はあると思ってて、どうぞやってください。で、今1台行くとこのコーナーがあります。こういうことをやりました。で、これが非常に盛況だったので、2年度目も何かやってくださいって言われて、入院患者が実は800人いるんですと。で、2ヶ月とか4ヶ月ずっと辛い思いして、まあ楽しみも何もないんです。その入院患者さんたちに向けて何かアートをやってくれませんか。で、ついては、その入院患者さんたちが1人になる空洞があるんですね。6階に空中庭園があるんですけども、そこでより自然を感じられるようなアートをやってくださいってことを言われたんですね。で、分かりましたってことで、そこで僕がやったのは何かというと、風船を500個浮かべるってことだったんですね。風船をブワーッと浮かべる。そうするとどういうことが起こるかというと、風が吹くとザーッと1本倒れて、でまた反対から吹くと反対側に風がザーッと倒れて、風が通ったところだけ風の通り道がパーッと見えるようになるんですね。
そこに入ってくる空気を視覚化するみたいなことをやってる。こんな感じですね。夕方になると陸と海の温度がピタッと揃って凪っていう時間があるときに、向こうとこいつら天空をピンと刺すわけですよ。わかりますか。こいつら、まあ、ドラマを演じ始めるということですね。でそのためのこうメディアを超えているということですね。こんな感じでぶわーっと倒れていくということですね。でこれ雨が降るともっと面白いですね。雨が降るとどうなるかというと、水滴がついてこいつら沈むんですよ。わかりますか。で乾くとまた一個ずつ向こう向こうと浮き上がってくるっていう生き物みたいになるんですね。自然環境をこう映し出すメディアとしてこいつらを入れているわけですけども、でこれ実は一つずつ言葉が書いてあるんです。ゆっくりぼちぼちいきましょうと。これあらかじめ看護師さんから患者さんに宛てたメッセージを集めておいて、それを500個の言葉に刻むってことをやったんですね。それを一つずつつけていくわけですね。そうすると患者さんが降りてきた時に、あ、このなんかいい言葉が書いてあるねと思うと、これをちぎって病室に持って帰ることができるって、そういうわけですね。だからどんどん減っていくインスタレーションっていう感じですね。わかりますか。2ヶ月とか4ヶ月本当楽しみないんですね、彼がね。病室の中にいても植木鉢とか持って入れないんですよ、最近は。感染源になるからということで、全部ダメだということなんですね。土を持って入れない。自然の断片というのは病室の中に何もない状態ですね。だからこれは風を一緒に言葉とともに連れて帰るというコンセプトでありました。これはやって、このインスタレーションして2日で200個の風船がなくなったんですよ。わかりますか。それぐらい飢えてるんですね、皆さん。ものすごくもう何もないんですよ、楽しみ。本も全部読み終えちゃうし、不安で不安で仕方ないし、毎日テレビなんか見飽きちゃうわけですよね。でそういうまあ現状があるということで、3年度目も何かやってくれませんかってことを言われたんですね。で分かりましたってことで、3年度目はお医者さんとか看護師さんたちももっと巻き込みたい。で1500人いるんです、全員合わせると、医師、看護師、患者、ナースエイド、職員とか全部合わせると1500人か2000人ぐらいのコミュニティになってそこで、全員がこうなんか参加できるっていうか、それはあと考えてくれませんかって言われました。分かりましたということで、まあ、病院をくまなく調査してもらったんですね。で普通に歩いてると怪しいんで、そこは役者なので白衣を着て、聴診器をつけて医者のふりをしてずっと歩くんですね。ずっと18回からずっと歩くと面白いんですね、やっぱりね。患者さんが、まあ、白衣着て聴診器つけてると医者だと思うんで、先生おはようございますって言うと、あ、おはようと言いながらこうずっと歩いてるんです。そのことをして、まあ、調査しているうちに2つのことが発展しました。1つは、患者さん同士のコミュニケーションというのは実は限定されていると。自分の病室以外の人とはほとんど喋らないわけですね。で階が変わればほとんど喋ることもない。1大病院6階から18階までの入院病棟ですが、全部入院病棟がごとに分かれているわけですよね。だから喋る機会はほとんどないんですけど、自分だけはこういう辛い思いをして入院しているんじゃなくて、800人も同じような境遇の人がいるってことを知るだけでも、何か救われる気分になるんじゃないかってことを考えました。でもう一つは、看護師とお医者さんと患者さんとのコミュニケーションというのを分断しているっていうか、限定されていると思ったんですね。すごく自由的になっちゃうし、看護師さんもものすごく忙しいんですね、やっぱり。お医者さんが会社に来た時に少し喋って帰るだけなので、ほとんどそういう意味では人間的なコミュニケーションみたいなのが、まあ、交わされないと。でその2つをどうにか切り崩せないのかってことを考えました。それで1つだけ可能性があるなと思った場所はここです。吹き抜け空間ですね。吹き抜け空間50メートルぐらいあるんですけども、ここは唯一可能性が僕はあるだろうというふうに考えてますね。一番下が6階で、一番上が18階になってるんです。で全部の入院病棟がこれ面してます。でここ通らないとどこにも行けないぐらい重要な位置にあるんですね。真ん中にあって、ここ通ってみんな行くんですけども、まあこれ建築的に言うとただの光という空間なので、誰も見てないんですね。この空間自体は見られる空間ではないんです。光が入っていくための空間だとですね。で実際看護師さんたちもこれ潰してベッドを増やすと、もっと多くの患者さんを救えるのに、なんでこんな空間があるんだっていうふうに思ってるわけですね。でも、人が価値や意味を感じていないもとにこそ、価値や意味があるんじゃないかってことを考えるのがアーティストの役割だと僕は思っているんです。人が本当にこれ価値がないんですか、本当にこれ意味がないんですかってことを考えるのがアーティストの役割だと思ってて、僕はこれポテンシャルが非常に高いと思ったんですね。上下左右見渡すことができるわけですね。ここに何も起こらないから誰も集まらないので、ひとたび何かが起これば、ここに800人、1500人の人々が集まって、何かを目撃することになるわけですねっていうことを考えました。なのでここで何かをしようと。その時に、まあ、病院っていうのはハザードだと思うんですね。自分の体にクライシスが訪れた状態なので、まあ、そこでさらに絶望の淵に叩き落とすような、そういうアートは必要ないだろうと思います。全てのアートがハッピーである必要ないと思ってるんですけども、病院の中で、そういう人の心の闇を描くようなアートは必要ないと僕は思ったわけですね。なので上向きに人が生きれるようなアートを作ることを考えて、この時にやったのは、病院の上部から大量のシャボン玉をフラストと。
で先にまあ下から霧をぶわーっと入ってくるんですけど、霧がぶわーっと上がってきて自分の目の前の視界が閉ざされるわけですね。今まで見えてた大群の人の顔が見えなくなるぐらい濃い霧が上がってきて、それが晴れるか晴れないかうちに空から何か光るものがチラチラと落ちてくるんですね。その量がだんだん増えていくことになるわけです。そうすると、本当の奇跡みたいなことが起こるんですね。全ての病棟から人がぶわーっと窓辺にやってくるんですね。でやってきてみんながぶわーっと空を見上げるんですね。そこには看護師もお医者さんも患者さんも病状の違いも役割や立場や年齢や性別の違いを超えて全員がこの風景の前ではただの空を見上げる人になるんですね。見てください、この子供の写真ね、これ死んでいく子供たちもこの中にいるんですね。天国に人が最後に持っていく風景っていうのはどういう風景がふさわしいのかということを考えました。お医者さんもずらりと並ぶんですね。こうやってねずらりと並ぶ。普段お医者さんなんですね。白衣を着てお医者さんのふりをしてるんですね。で僕もそうです。白衣を着て回った時に思ったんですけども、医者は白衣を着て患者さんの前に立つと医者として演じないといけない体になるんです。看護師さんも同じです。みんなそうやって演技の中で生きてるんですね。コンビニの店員はコンビニの店員の演技をしてるんです。清掃員は清掃員の演技をしてるわけです。教師は教師の演技をするわけです。お医者さんも同じです。看護師さんも同じです。病院の中にいると看護師として振る舞わないといけない、医者として振る舞わないといけない、患者も同じなんですね。実はね、患者の演技をさせられてしまってるんですよ。でもその中で、うまくそうやって病気と戦っていくってことは重要なことなんですけども、人と人とがコミュニケーションを図る上で演技を脱ぎ捨てて自分が個人として何に感動しているのかっていうことを見せ合うことで実はコミュニケーションを図るんじゃないかと考えています。病室から出てきた時にうわーっと大量のシャボン玉が落ちてると、うわーすげーと思ってパッて横見たらお医者さんが同じ顔して見てる。なんかそのお医者さん今までいかめしいと思ってたお医者さん信じられるようになると思いませんか。で横には看護師がいて向こうには子供がいてみんな同じようにボーッと見てるわけですよね。何かそういう奇跡的な瞬間っていうのがあるんじゃないかと思ってます。この人もそうですね。この人の目あんまり遠くて見えないかもしれないですが、看護師の目じゃないんですよね。看護師以前の人としての目をして看護師を演じるなんて関係ないですね。この風景の前でもただただ見とれてるっていうそういう話。でこれは今年もやりました。去年か、大阪赤十字病院で入院病棟でやりました。これは自分から持ちかけていったんですけども、同じように下から霧を上げて、風化したものが増やして、全館放送音楽、オルゴールの音で音楽をつけたんですけど、でこんな感じの風景になるわけですね。で、これもうちょっと笑ってる写真がないのかってよく言われるんですけど、僕は人は本当に感動するものを見たときに、笑うんだろうかっていう問いがあって、僕は笑わないんじゃないかなと思ってですね、人が感動するものを見たときに、ただただ見てるんじゃないか。だからあんまり笑ってる写真がないんですね。実際にこれこんな感じですね。雪がぶわーっと降った、最初雪を導入で降らせるんですけど、こんな感じですね。点滴した人がずらりと並ぶわけですね。ずっと今までこんな風景見たことないですね。病院の人たちも初めてだって言いました。こういう風景見るの病院本当に楽しみも何にもないですね。2ヶ月4ヶ月ずっとこの人も天井ばっかり見てたんですよ。白い天井ずっとそれをこうやって連れ出すわけですね。この人もそうですね。病室の中でも体を動かせないわけですね。その人がこうずっと何も変わらない空を見てた時にある日突然僕とシャボン玉が降ってなんか自分の病気が治るんじゃないかってポジティブな気持ちになれるんじゃないかなというふうに思います。そうですね。ずっとちょっとだけ映像があるんで、少し映像を1分だけ見せします。僕美術館でやったことないんですよ。アーティストなんですけど、で美術館と、なぜやらないのかっていうか、機会がないだけなんですけども、美術館にいる人って美術見たい人なんですね多分ね。でも本当に美術とか芸術が必要な人って美術館でないところにいるような気がしてるんですよ。例えば病院とか貧困の現場とか
美術を見たいなんてことすら考えたことのない人たちにこそ芸術とか美術に届けないといけないんじゃないか、その人たちの方が心の支えになるんじゃないかってことを考えています。これは日経新聞取り上げられまして、今年去年か本年とか日本空間デザイン大賞をいただきました。世界で最大の環境空間系のデザイナーがあるらしいんですけど、日本経済新聞社と同時に受賞させていただいて、これ、また継続的にやりたいと思ってて、協力病院とかスポンサーを探してます。なので、吹き抜けのある病院とかご存知の方とか、協力できる企業を知っているよって方はぜひ教えていただけたらと。でなぜこういうことをするのかというと、僕これが、ね、芸術だと言われている間っていうのは実は何も変わらないんじゃないかなというふうに思ってるわけですね。これが将来的に20年なり30年経って医療ですと言われるようになれば、僕の取り組みっていうのは成功するんじゃないかというふうに思ってるわけですね。ありますね。厚生労働省はこれに対して一銭もお金出さないですね。病院も出さないわけですよね。これが なぜなら医療行為じゃないからですね。でも僕はこういうことが必要だと思うんですよ。体を治すだけじゃなくて心をどうやって考えていくのかということが必要だと思ってます。それをちょっと後半部分にその話をちょっとしたいと思います。固定化された話を以下するというふうに僕言いましたけど、これ実は2つのことやってます。風景ということを巡って構築と解体ということをやってるんですね。でこれは僕循環していくことが大事だろうと思ってますよ。でこの風景を価値とか意味ってものに変えたときに、価値を構築したり価値を解体することってことを実は必要なんじゃないかってことを考えてて、こっち側は実はデザインがやってることで、こっち側はアートがやってることなんじゃないかってことを考えてます。これ僕の極論ですけども、もうちょっとだけ説明します。アートとデザイン何が違うのかってよく言われるんですね。20世紀以降アートとデザインって分かれてしまったと思うんですけど、明確に僕はちょっと出発点の違いみたいなものを区別しています。一つデザインってのは役に立つものだなんですね。定義すると、機能とか目的を持ってる、つまりあるソリューションですね、問題を解決していく行為っていうのがデザインだと、ある価値を構築していく行為っていうのがデザインだというふうに僕は考えてるわけですね。でそれに対してアートっていうのは役に立つわけではない、立ってもいいんですけど役に立つわけではないってことは許されてる。機能を持たなくてもいいってことは許されてるわけですね。絵を見てもお腹膨れないわけですよね。彫刻触っても病気治らないわけですよね。で何のためにあるのか、現代的に何のためにあるのか、僕はそれはクエスチョン、疑問を投げかけることなんじゃないかと思ってるんですね。本当にそれは美しいんですか、本当にそれは正しいんですか、本当にそれは愛なんですかっていう疑問を投げかけて、僕たちが見てる日常生活の意味を解体するっていう行為があるんじゃないかというふうに考えてるわけですね。でそのために回しをどうやってデザインしていくのかってことをずっとやってて、価値がない、意味がないと思われている中に価値や意味を見出していく、そういう価値や意味を発見していく回しをどうやって作っていくのか、あるいは価値がある、意味があると言われているものが本当にそれ価値があるんですか、意味があるんですかということを疑っていく回しってことをみんなが持てればいいというふうに思っている。そのために芸術っていうのはあるんじゃないかというふうに僕は思うわけです。で、それと反対のことをしようとしているのが昨今の政治であったりメディアであったりっていうのは、価値を固定化していくってことをしようと、価値が変わってもらうと困るわけですね、彼らからすると。だからこういう僕たちが解体したり構築したりする回しってことを潰そうとしている動きっていうのがあるわけ、洗脳をそもそも混乱してくるっていうようなことがあったりとかすると僕は思ってます。で、自分っていう存在がいたときに自分が一体何に従って生きればいいのかってことが見えなくなるときがあります。時には国家の法律に従わないといけないです。時には国家の法律は認めてなくても社会の規範みたいなものを許さないものがあります。それに従うのか、あるいは宗教の戒律とか道徳みたいなものがあるわけですね。こういうもの どれに従っていいのか分からなくて引き裂かれそうになるときがあります。我々は現代生活の中でこれが特に日本においてはそうだと思うんですけど、イスラムの社会とかに行くと、これがだいぶ楽なんですね。宗教の戒律ってことが国家の法律にイスラム法になっているわけですね。それが大体世間の常識的にもそうだよね、社会の規範にもなってて、これが重なり合ってるわけですね。だからそれに従っておけばいいわけですけども、日本の場合だとこれは近代主義の中で解体されてしまったわけですね。3つともよく分からなくなってしまった。だから局面に応じて使い分けないといけないっていう体を持たないと器用に生きていけないわけですよね。でそれに加えて今消費経済というものが世界中を覆っているわけですね。全部お金色に塗られちゃってるわけですね。世界が国家の経営も成長戦略だとかつって、お金色に塗られる社会の基本も金稼ぐのがいいことだって話になる。宗教だって金儲けに走ってしまうわけですね。消費経済というものに覆われてしまって、この現状どう考えるのかって話ですね。で1995年のオウム以降っていうのはもう宗教の戒律にだってほとんどないだろうと思ってるわけですね。宗教って聞くだけでうさんくさいぞって話になるわけですね。ありますかね。心を支えるものってのはなくなってしまってる。社会の規範も僕はもう今怪しいと思ってですね、みんな相対化全部されちゃって、自分の自己責任ってもとに自分の責任の分を超えたことはしないようになってしまったわけですね。そうなった時に人間はアノミ、無連帯の状態に陥るというふうに言われています。デューケルが言ってる言葉ですけども、
つまりまあ僕らはバラバラになって自分の身の丈の範囲でことしかしなくなっちゃうんですね。何かをギブするなんてことはできなくなっちゃうんです。そうなってしまってバラバラになってしまった僕たちというのは時折恐怖に陥るわけですよ。自分だけじゃないかって孤独に陥って恐怖に陥ってくるわけですね。そういう恐怖に陥る心を実は古来から支えてきたものが2つあるだろうと、人間が発明したものが2つあるだろうと思っています。僕はそのうちの1つが宗教とか信仰だと思ってて、もう1つが芸術だと思ってますね。人間の心が孤独に陥らない、恐怖に陥らない、混乱に陥らないために宗教と芸術はあるんだと思ってます。人は死ねばどうなるのかというと、みんな知らないです。死んだことないわけですから、そのことを教えてくれる宗教があったり、人はどうやって美しく生きるのかということを教えてくれる芸術がある。そのことが恐怖を吹き飛ばしてくれるんじゃないかというふうに僕は思っているわけです。で、国家の法律、社会の規範があって宗教の開発は日本においてはほとんどもう今効力を失ってしまっている中、僕はこの宗教の代替機能として芸術による連帯みたいなのがあるんじゃないのか、宗教が何を正しいのかと示せなくなった時に、美しさ、どうすれば美しいんですか、人はどうすれば醜いんですか、その生き方は美しいんですか、醜いんですか、かっこいいんですか、かっこ悪いんですかということを芸術によって示していく、規範を示していく必要があるんじゃないかということを考えているわけです。そのことが社会の規範をもう一度取り戻して国家の法律にフィードバックされて、芸術による連帯みたいなのがもっと強められていくというようなこと、つまり精神的なインフラとして、もう一度こう倫理観とか精神的なインフラで世界を追うことができないだろうかということを、まあ、そのように考えています。で、まあ、そういう芸術家とか思想家がそういう価値の構築とか解体に携わればいいんですけども、何も芸術家や思想家だけじゃないですね。眼差しってことはみんな持ってるわけで、市民やグループやいろんな方が眼差しをシェアすることで考え続けていく共異体みたいなものを作っていけないかということを考えているわけですね。で、共同体と共異体ってことはよく言われるんですけど、何が違うかというとここが違うと思うんですね。ここ同じか違うかという話ですね。これは価値や意味を同じくする人々と共にいる状態というのは共同体だと思うんですが、20世紀は共同体で成り立ってきました。企業風土とかもそうですね。同じ地域のコミュニティに住んでる。で、これからは共異体の時代だと思ってて、価値や意味が違うんだけど一緒にいる状態ということをどうやって作っていけるのかということを考えていかないといけない時代に入ってくると僕は思っているわけですね。そこでまあ芸術が効いてくると僕は思っています。これ2つ、取るともうそんな時間あと5分ぐらいだと思います。残念ながらちょっとこの話飛ばそうか。芸術を4つの分類をして、なぜここが重要なのかということを言ったんですけども、価値や意味が定まっていない実験的芸術だからこそお金を入れる価値が僕はあると思ってて、でまあエンターテインメントの人は実験的芸術はあんなもん金にならないっつって怒るわけですね。で、実験技術の人はエンターテインメントのことを、こんなもん金ばっ儲けばっかりしやがってみたいな話になるけど、僕は全部ひっくるめて文化だと思ってるわけですよ。文化とはみんなの日常生活を集めたものであるって井上さんが言ってるんですけども、ただまあ実験的芸術がやってることっていうのは価値や意味がまだ定まっていなくてお金にもならないけど新しいみたいな話っていうのがある。そこが僕は一番クリエイティブだろうというふうに思っています。で、マナジの変革を通じていろんな価値や意味を理解して考え続けることであったりとか、みんな持ってる創造性みたいなものを可視化していくこと、違う感性を持つからその共有を模索して他者と出会って交流していく中で自分をどうやって変えていくのか、そしてその中で多様ではない価値をどうやって共有するのかっていう話だと思うんですね。で、創造性の共有と共有の創造性っていう意味を込めてクリエイティブシェアっていう活動をしてます。マナジのデザインのクリエイティブシェアっていう活動をしています。で、これまあクリエイティブシェアっていうのはいろいろ今考えてる最中なんですけど、いろんなあれがあると、いろんな人がいろんなものを持ち寄って資源や価値を持ち寄ってそのことをシェアしていくことを模索していく。例えば YouTube とか Wikipedia なんて一人じゃなくてみんなでこうやって書いていくってことをやってるわけですね。こういうものがクリエイティブシェアと呼べるんじゃないかというふうに思っています。で、最近6、7年ぐらい前からシェアって考え方が出てきてるんですけど、全部これはいろんな言葉で呼ばれてるんですけど、オンライン上で起こってることだと思うんですね。どうやって情報をシェアしていくのかっていう話だと思うんですけど、僕本当に重要なのはこっち側のオフラインだと思ってて、存在をどうやってシェアしていくのかってことが重要だろうというふうに考えてるわけです。で、20世紀に正しいと言われてた言葉っていっぱいあるんですね。目的を持ちなさいとか、無駄を省きなさい、仕事は重要ですとか、プロフェッショナルになりなさい、損得を考えなさい、計画を練りなさいって言ってたことが今実は21世紀になって全部こう変わってきてるような気がします。僕は仕事ではなくて役割が重要なんだ、ギブアンドテイクじゃなくてギブアンドギブが重要なんだ、プロフェッショナルではなくてアマチュアが重要なんだと、計画ではなくて偶然性をどうやって大事にするのか、無駄だと思われているものをどうやって資源に変えていくのかということを、クリエイティブシェアではこういうことが多分周りで起こってるんだろうというふうに思っています。それで大阪では緑橋っていうところを、で拠点をまあ2008年から構えて、そこでいろんなクリエイティブシェアの実験をしております。もともとは古い活版印刷工場です。何もない本当にボロボロの活版印刷工場で、今でも活版印刷工場があるんですけども、
かつてはオーロン活動の文化の中心だったところらしいです。ここ一棟借りしてそこに住むっていうところから始めました。何にもなくてもボロボロの廃墟、最初もこんなとこ本当に住むのかって言われたところなんですけども、そこを一人で、最初こうコツコツと作り始める、建物と向き合って自分の生活を向き合うってところから考え始めました。でそのうちに仲間が増えてくるわけですね。シェアクリエーションとかで週末ごとに学生とか社会人がみんなやってきて、みんなトンカンやり始めるわけですね。そうやって、最初廃墟だったところからずっと家を一つずつ作っていく、自分の生活空間を作っていくということをやってます。今やも仲間が増えて、今日も僕がいないところでアトリエでみんなシェアビルドをやってますけども、こんな感じでずっとみんな活動していくわけですね。そうするとちょっとでも場所のこう生産に関わった人っていうのは愛着が生まれるわけですね。一本でも釘打ったことある人がまた次来た時に、俺はあの釘打ったんだよってことで愛着がそこに生まれて、その中でコミュニケーションが非常に起こってくる。で愛着が生まれてくるわけですね。誇りも生まれてくるわけですね。生活空間も分かってくるわけですね。僕たちは身の回りのこと全然知らないですね。水道がどこからやってきてるのかなんてことも知らないわけです。水ひねったら水道が出る、水と思ってるんですけども、あれは全部文明が獲得してきたものだと僕は思うんですね。でそうやって一つずつ自分の身の回りのある生活を取り戻していく、自分の身体を取り戻していくことをやりたいと。そうしてるうちにアウトプットはこうやって生まれてきます。サロンが生まれたり、トイレも自分たちで作ります。トイレ作ったことある人いないでしょ、多分使ったことない人いないでしょね。あります。使ってるんだって作れないですよ、僕たちはね。作ることでそのトイレの回しが変わるわけですね。それも全部リサイクル品でやってます。でそうしてるうちに、近所の子供たちが、やりたいとかつってみんなこうやって来るわけですね。そうして学びの場になるわけですね。魚職人と一緒にずっと魚を一回やると、その壁がうまいのか下手なのかってことが見えてくるわけですね。こうやって習いながらやってます。トイレ作る、経済学の女の子ですよ。トイレ作ってます。でこうやってそのうちにうちのアトリエメンバーと地元の子が宿題を教えてっつって、宿題を教えるような仲になったり、アニメーターがいるんですが、アニメーターの絵をずっと横で見てる子がいたりとか、いろんなコミュニケーション、世代を超えたコミュニケーションが起こってくるわけですね。こんな感じで。で、そうやって知恵もシェアしていきます。こんな感じで、ナレッジシェアみたいな形で、今日何を学んで、何をブレイクスルーしたのかってことをこうやって書いていく。で、こうやって研究会なんかもしながら、僕たちとか海外の人だとかの考えを、みんなで話し合っていく場みたいなものを作っています。シェアフードもします。ずっとこうやって食物を持ち寄っていく。食べるって一番シェアしやすいんですよね。みんなでこうやって食べていく。一人で食べれるとみんなで食べたら美味しいですね。でそうやって経験もシェアされていくわけですね。ずっとこうシンポジウムもしますし、近所の子供たちの演劇の場所になったり、ホームパーティーの場所になったり、これはあの舞台のチラシの撮影したり、映画もずっとこれ撮ってます。10人の映画監督に声をかけて10分以内のショートムービーを10本撮ってってやってます。最初廃墟のボロボロの状態で撮って、次本棚が入ってもう1本撮って、キッチンが入ってもう1本と、ずっと風景が変わっていくわけですね。同じ場所ですけど。で海外からアーティストを呼んでボロボロの廃墟の中で展覧会をしたりとかしていきます。こうやって場所の力を再生させていく。それを地元の人が見に来たりとかするわけですね。こうやってそうすると、もう現代とか見たことないでしょっていうのがおばあさんが来るわけで、も説明すると全部分かるんですね。なるほどっつって帰ってくるわけですね。でこれもまあ印刷のイベントで来たんですけど、印刷のイベントで来たおばあさんも現代アートにどうぞどうぞって誘うわけですね。最初から目的を持ってくる人っていうのはその目的以上のものに出会えないんですよね。だからいろんなものに出会えるような仕掛けをする必要があるで、スキルもシェアしてます。こうやって石田工場、うちのアトリエメンバーですけども、76歳のおじいさんですね。活版印刷をずっと作って、アーティストとコラボレーションして、プロダクトなんかを作ったりとかします。健康補助見学もやってきますし、活版印刷のワークショップもやったりとかします。こんな感じで僕たちはシェアライフっていうことで、自分のベッドルーム以外は10人のアトリエメンバーと共有してます。全部開放してます。で、こうやって、まあ、ことあることに集まって、パーティーをしたりとか、みんなでこう交流を深めたりとかしてます。で、実はそういうことやってるのって僕だけかなと思ってると、そうじゃないですね。あちこちでやってますね。大阪市内のクリエイティブ拠点っていくつぐらいあると思いますか？めちゃくちゃあるんですね。200カ所以上あるんですよ、これ。実はめちゃくちゃ数があるんですね。でそういうところではあちこちでみんなこうやってコミュニティを温め続けてるっていう話があるわけです。ただお互いあんまり知り合い同士じゃないんですね、実はね。それをまあつなげて回るっていうプロジェクトをしたいと思って、こうやってもうすでに活動している人たちが行き来して、クリエイティブシェアの輪をどうやって広げていくのか、クリエイティブシェアネットワークのものを作っていけないだろうかということを考えています。それで最初数値目標として、まず市民の1000分の1からしましょうということで、万博大阪ってプロジェクトやりました。大阪市民250万人の大体2600人くらいですね。だから可視化して参加してずっとツアーで巡っていって、トークショーをやって、続けていくっていうプログラムを、この11月23日から12月1日まで大阪市内のクリエイティブ拠点のツアーを7カ所、7ルート大阪31拠点全部回るってことをやりました。こんな感じですね。ずっと北加賀なんかだとシェア農園やってたりとか、シェア工房やってるような場所があります。うちの近くでもそうですけど、ゲストハウスだったりとかってことを全部旅人が今度回っていくってことをやりました。で、今まで、お互い知ってるんだけど喋ったことないっていう人たちを引き合わせるようなトークイベントをやったりとかしました。ですね。こ
こんな感じでいろんな場で培われてきたプログラムを吸い上げていって、それをまた他の場所に返していくみたいなことができたらということを考えて、一般社団法人を作りました。いろんなところでいろんなプログラムをやられているものをこうピックアップしていけたらなというふうに思っています。それをまあ最終的にレシピ化みたいな形でみんなに返していけたらと思っています。この1000分の1っていうのはなかなかいい数値目標で、大阪だと2600人、260万人なので、神戸だと大体1500人、日本だと12万人のコミュニティですね、ネットワーク、ワールド、世界だと690万人、東京というのも少し少ないぐらいの数になるんですね。なんとかいけそうな気もしなくはないということですね。で、大阪でこういうような形でつながっている人たちと150人ぐらいの単位のコミュニティかなというふうに思っているんですけども、それにツーリズムしていく、神戸とも東京ともソウルでも同じようなことをやっている取り組みとつながっていって、世界に広げていけることはできないだろうかということを考えています。で、まあ、ソウルでは実際に実は少し始めていて、ソウルも実は僕の共同研究者なんかは向こうで向こうのクリエイティブツーリズムなんかをずっとして文化空間を回っています。向こうで、なんで、まあ、こうやってやってるのかというと、まあ、こういうことを、まあ、大阪とソウルだけじゃなくて神戸とか東京とかいろんなアジアの都市に広げていくということを考えています。で、これは実は世界の現状と僕はつながってるなと思ってて、この話で終わりたいと思っています。この数字何か分かりますか？69億10億6秒という数字ですね。これ実は世界の人口69億なんですね。で、10億人がその中で飢餓で苦しんでるんですね。10億人も苦しんでるんですね。7分の1苦しんでるわけですけど、でも世界の穀物生産量で言えば69億人で分ければ、全員食えるんですよ。100億人が食えるぐらいの食料生産量があるんですね。なぜ10億人がその中で飢えないといけないのかということはもう理解できないんですよね。150人でこうやってシェアしていくってことを世界中に広げていけば4600万箇所必要になってくるわけです。これは一人ではできないんですね。皆さんがそれぞれみんなのマインドが変わっていかないとできないというふうに思って、分け与える、共有するって文化がなく、人から奪い合うっていう、マインドになってしまってるから、こんな10億人で飢餓で苦しむ人が増えてくるんだろうというふうに僕は思って、そのために芸術とか物資を変革していくことができることっていうのはあるんじゃないかというふうに、システムじゃない部分であるんじゃないか、体の進化だと人間はずっと遂げてきたんですけども、芸術や宗教が何のためにあるのかって考えたときに、僕は人間の心を進化させるためにあるんじゃないかということを考えています。まあ、そんなことを考えて、今地道に活動を進めています。すみません、ちょっと浄化しましたけども、ご清聴ありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。ですが今日は対談ということで、後で三浦さんのすみません、井村です。よろしくお願いします。まず最初に僕が何者なのかを説明しておかないと、ね、いけないと思うんですけど、僕は大学卒業以来ずっと大阪に住んでまして、まあ、出身が四国高松なんで、高松の仕事も結構最近しています。で、どんなことを大阪でやってるかというと、毎年5月にあります御堂筋アートグランプリっていうのがあるんですけど、そこでアートのディレクターをしてましたり、道頓堀芸術祭っていうのも、年に1回ずつぐらいやってるんですよね。そこのプロデューサーをやってましたり、あとしばらく休んでたんですけども、去年から再開しました大阪の南のギャラリーをまとめてイベントをするっていうアートウォークっていうイベントもやってたり、で、香川県ではですね、アートマネジメント講座っていうのを、3、4年続けて、やってます。で、今年から始まるのは香川県の、木材を利用して、商品開発をしようというところのプロデュースをやったりしてるんですね。で、すごい僕変わってるのはですね、ものすごく硬いってことはものすごく柔らかい仕事を両方してます。で、例えば硬い方で言うとですね、今年、もう少ししたらスタートなんですけど、枚方市、大阪のね、枚方市の、芸術文化に関する、振興条例の策定委員みたいなもので条例を作る仕事をしてたりですね。で、ものすごく柔らかいところで言うと、大阪のストリップ劇場でセクシーなイベントを開催してたりという、もう多分一番振り幅で言うと広いんだろうなというのが、まあ僕の立場なんですね。はい。で、今日は、まあ電車窓フォーラムさんにはなぜかご縁がありまして、毎年この正月明けの時は3年連続ここに座らせていただいているというご縁なんですけども、で、今日はすごくこういいお話をお聞きしました。で、なんだろう、すごくいっぱい今情報が頭の中に入っているので、頭の中がすごく混乱しているっていうのがすごい状況なんですけど、まあ、その景観の方からね、こう入られてランドスケープデザインっていうところ
頃からだったんですけれども、はい、多分すごく今世界のアートが求めているような最先端の事例であったりネットワーク作りみたいなところを花村さんがされてて、それをすごく中心になって全部やられてるんですごいなというふうに今思ってたんですけど、ね、どうなんでしょう、病院でやるときって何かこう制約とかやっぱり多いんじゃないですか。病院ですか、はい、病院はね、もうこれ語り尽くせない制約がありますよ。ね、まず最初断られますね。2回断られます、赤十字病院の、ね、で成分は何だと、菌の成分は何なんだと言われるわけですね。最初ドライアイスで上から落とそうと思ったんですけど、二酸化炭素溜まるからダメだろうと思ったりとか、あと電源を確保できるのかですね。シャットダウンしてもなんか止まっちゃうとしゃれられないわけですから、とかあと搬入経路どうだとか、それを一つずつ作りをしていかないといけないですね。なるほど。僕らはね、逆にその今こう映像で見せてくれたんだけれども、実はその、まあ、職業柄からなんでしょうね、うん、これができるのはある種そのコンセプトがまとまって周りの協力が得れてそのプロフェッショナルが関わればできるとは思うんですけどね、そのまでの工程ってすごいやっぱ気になるんですよ。ここをやるまでにどういうふうに交渉してどういう人たちが関わってどう動いていったらなみたいなのがね、なんだって、多分今日来られてる方の中にもね、そういうアートプロジェクトも立ち上げてる方とかも結構いらっしゃってと思うんですけど、すごく僕がこう今までこう頭の中でこうモヤモヤっとしてたことが結構スパッと割り切って表示してくれたのですごく良かったなと思って。曲もありますけどね、結構でもね、よく最後まで出てきましたけど、デザインとアートの違いは何なんですかっていうところで、僕もこういうところでトークするときにいつも最初に聞くのは、皆さんアートって何をアートって思われてますかっていうことを聞く。